株式会社ファミリー両国は徳島県でスーパーマーケットを展開していた企業。本社及び本店は徳島市と田浜に置き、徳島県内に8店舗を展開していた。2013年に全店舗を閉店。ファミリー両国は1975年、干物賞をしていた大田主芸が徳島市と田浜に出店したスーパーを起源としている。 この店舗が両国境の近くにあったことから、ファミリー両国と名付けられた。以降は、上板町や松手芸町など、周辺の町にも出店したが、付近に進出した大規模店舗の影響を受けることもあり、1996年のロックショッピングタウン上板開業時には、上板店の売り上げが13%も加工した。こうした状況に対し、 大谷店の出店にあたっては競合店を調査、調理済み惣菜の売り場を他店より大きく取って特色を出した。2006年にはホームセンター大手の港南が藍住町に新設したホームセンターとしては県内最大となる複合商業施設港南徳島藍住店に出店した。2009年には徳島市国府町に国府店を出店。 同店は小児科、眼科と薬局を併設し、スーパー店内にも医師推奨の食品コーナーを設けるなど、医療との連携を強化したクリニックモール都市、近郊で先行する他店との差別化を図った。国府店の出店でファミリー医療国が展開する店舗は8店となった。本店の閉店告知しかし、県外資本の大手スーパーの進出による競争激化で業績は、 8日2012年には、高齢者向けに移動販売を行う、特殊丸との提携第1号となり、移動スーパー事業にも進出したが、同年内には2点が閉店した。2013年には、タミヤ店、大谷店を閉店、両店は、同年2月にそれぞれデイリーマートと共営に、譲渡された。2月末には残る店舗も全て閉店した。特別生産を予定していたが、 不債返済の見通しが立たないことから関連会社のファミリーとともに破産手続きが開始されることになった。2社の不債総額は契約17億4000万円。2014年10月、破産手続きは終結したほか、2017年6月8日に法人格も消滅した。一部店舗は関連会社である有限会社ファミリーの運営。 なお、同社は解散直前の2013年3月14日付で株式会社に移行した。ありがとうございます。